新たなるミラクルパワーコンビを結成、人間魚雷テリーゴディ3回目の優勝を目指す司会のテキサスロングホーンスタンハンセン。最前線に出て今日はかき回すことがありましょう。鶴見のぶしの迫力だ。東証ラッシャー木村。さあリーグ戦ファンクスが14点で終了、天竜原14点で残り1試合、鶴田やつ13点で残り1試合、ブロディ組ハンセン組が12点でともにこの会津大会を入れて2つ試合を残しています。ババン組が11点で会津大会を入れてやはり2つ、ブッチャー組が12点で残り試合1つ、こういう結果になっています。竹内さん、大変な混戦になりましたね。混戦模様ですね。7チームいずれにも優勝のチャンスがあるわけでありますが、竹内さん、がぜんここへ来て浮上したのがハンセンとブロディ組なんですね。そうですね、まさにその後半でうまく追い上げてきましたね。はい、さあ鶴見が出た、そしてテリーゴディが出てまいりました。先陣を切っております。鶴田やつは残り試合を勝って15点、ファンクスは終了しました14点。鶴田やつは相手が武道館ではブロディであります。そしてブロディ組、このハンセン組はあと2つ勝つと16点までいきます。ブロディ組はメインイベントでこの会津大会ババ組と対戦します。武道館大会は鶴田やつです。武井さん、ブロディ組はちょっと苦しいかもしれませんよね。そうですね、なかなか手強いチームがまだ残ってますんでね。そうなんですね、どこまで得点がやっぱり最後まで伸ばせるかですね。はい、ハンセン組はこの試合と武道館大会天竜原、天竜原はもう一つの16点可能チームであります。その対決が行われるわけであります。まあ、そう考えます高橋さん、このハンセンが出てまいりましたが、ハンセンとゴディ絶対2点が必要なんですね。そうなんですよね。ですから今日ですね、もしやっぱり逆にですね、木村鶴見組がですね、はい、そのゲリラ的にですね、無得点試合を狙ってこられるとハンセンとしては手痛いわけですよね。それが一番怖いでしょうね。さあ立ち上がりは慎重か、スタンハンセン、鶴見五郎にベアハック、腰をまず折りに行きました。そしてテリーゴディとのつなぎです。高橋さん、このチームとしてハンセンゴディってのは初めはちょっとこのチームワークがどうだろうか、仲間でもあるんじゃないか思ったんですけども、チームらしくなってきましたよね。安定してますね。非常にやっぱりお互いの持ち味がいい形で出てますよね。そうなんですね。今もいいタッチワーク、そしてベアハッグ、ハンセンと同じところを攻めます。竹内さん、勝手に2人が好きなように暴れ回るんじゃないかと思ったんですがね。もう試合前のですね、入ってくるまでの姿を見てますとね、非常になんかその勝手気ままに暴れそうなタイプなんですけどもね、はい、いざ試合になるとさすがにやっぱりこの辺の連携ってますね、チームワークがいいものもそうですね。それから竹内さん、暴走しないんですね。暴走しないですね。本当に上手くなりました。新ミラクルカーパワーコンビハンセンゴディです。さあ今度は東証ラッシャー木村が出てまいりました。ラッシャー木村チームにとりましてはこの優勝候補を破れば現在2点で、まあ、優勝の可能性は全くないわけなんですが、竹内さん、存在をアピールすることができます。そうですね、木村鶴見組にしてはですね、はい、ちょっとこのシリーズですね、拡散する部分がなかっただけにですね、今日がやっぱりその大きな舞台になりそうな予感もするわけですよね。どうしたらいいでしょうかね。やっぱり今日ですね、もしやっぱりハンセンの足引っ張りますとね、これはやっぱりまたその木村鶴見の存在感というのが出てくるんじゃないですかね。はい、まあ、昨年は鶴竜コンビを両者リングアウトの藁にかけましたこの木村鶴見でありますが、やはりハンセンゴディのパワーの前にちょっとうまくいかないか。さあ逆に返していった、おー、トラッシャーが頑張る、ラッシングパワーがこれ爆発、ラッシングラリアットか、あと鉄柱攻撃だ。スタンハンセンにこのラッシングラリアット打っていったら面白いんですけどね、高橋さん、面白いですね。ヘッドバットが飛んでいく、スタンハンセン下がった、キックで応戦、ラッシャー木村を中に入れました。ババとの対決では、ババ組との対決では張り切りすぎまして暴走反則負けをしましたこのラッシャー木村鶴見五郎、まあ、それだけに両者リングアウトというそういう場外での修羅場に持ち込むこともあるかもしれません。それから私見ていたんですが、このラッシャー木村は以前金網の鬼と言われた時代に松葉杖をついてリングに上がってデスマッチをやったことがあるんですってね。ありますね、足をですねギブスで固めたまんまでデスマッチをやって勝ったことありますね。そして鶴見は水が合わないメキシコ遠征でただ一人太って帰ってきた、今鶴見が攻められていますが、そういう生命力の強さみたいなのを持ってますよね。非常に雑草のような不適切さを持ってますからね。その木村と鶴見、なんとか金星を挙げたいところであります。まあ、それから鶴見は参謀としてこのタッグを知り尽くしてますし、レスリングの基本も持ってますからね。
さあそれだけに今日ですねゲリラ戦に出てくるとですね、ハンセンたちにとってはちょっと嫌な存在になるかもしれませんね、うまくその辺のタッグの目を分断することができるかどうか。しかし今のところパワーに捕まっています。ゴディのエルボー毒針であります。ゴディが竹内さん私感じるんですが、ハンセンに一歩譲って自分が下がっていませんか。それはありますね。これでいいわけですよね。先輩を立ててるわけですね。これでタッグチームがうまくいっているわけであります。さあエルボーを打っていった。そしてあーっと鶴見が狂気を出した。竹内さん、この鶴見も木村を立てているわけですよね。それもありますね。これがタッグチームはいいわけであります。さあさあどうか。まあ、自分が目立ちたがるレスラーが多い中でゴディも大人になりました。ゴディも大人になりました。さあ今度は木村と鶴見、今日はしかしながら押されていますがよく頑張っています。ダブルのチャップ。そうでしょう竹内さん。いいですね。相手がブロディだと突っ走ってしまう。優勝するためにゴディを選んだというスタン・ハンセン、その話が本当に本当に本物になってまいりました。さあそのゴディがすごいデモンストレーションです。竹内さん、ハンセンは本当にすごい、これからも全て俺は任せるよと。あっとクロスチョップです。ゴディはこういう風に言ってるんですよね。やっぱりですね、ファンの目としてはまだまだですね、あの後楽園でやったハンセンとゴディーとのですね、凄まじい竜気戦がそのまぶたに浮かんでてですね、どうしてもやっぱりこの2人その不安視してた部分があるんですけどもね、実際問題やっぱり加えてみれば強いですよね。そうですよね。それから竹内さん、ゴディですが生き返ったようなファイトを今後申し上げていいんじゃないですか。そうですね、やっぱりですね、あのフリーバーズの時代はですね、今一つやっぱりキレが悪かったですからね。さあ今度はハンセンとのそのコンビプレーを見ましょう。ゴディが抑えます。ハンセンが飛んでくる。ブロディのキックもすごいが、ハンセンのキックも重みがある。エルボー、鶴見青息と息、鶴見虫の息。さあそろ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 ウエスタンラリアットか。さあエルボードカリー、ブッチャーのエルボーもすごいが、ハンセンのエルボーもすごい。このハンセンですが、ブッチャーをかなり意識してますよね。竹内さんね、意識してますね。やっぱ特にこのシリーズブッチャー人気が沸騰しているだけですね。ハンセンも負けてはいられないですね、はい、さあダブルの攻撃はこれはきついぞ。そのまま落としました。ダブルのショルダースルーであります。エースの座は絶対渡さないというスタン・ハンセン、ナンバーワンは俺だとブッチャーがブロディがハンセンが3人とも言っています。さあ今度はゴディが飛ばしていった。鶴見が完全に捕まっています。それからハンセンもゴディも、竹内さん、このブッチャーやブロディの試合を一番初めから見てるんですよ。それですよね、研究熱心な部分もありますからね、はい、やっぱ相手チームを知ってこそやっぱりいい自分たちも連携ができるわけですからね。そうですね。そしてまたハンセンがラリアットを打てば、もちろんブロディも連日キングコングキック、ブッチャーもフライングソーセージ、こういったものをもう惜しげもなく出してまいります。さあゴディが鶴見を投げていった。これはもう竹内さん、鶴見かなりきついんじゃないんですか。相当ダメージ負ってますね。さあテリー・ゴディの145キロのパワーであります。さあ鶴見がちょっと動きが完全に止まってしまいました。さあこの後この辺りが危ないですね。仕上げにかかるんでしょうか。なんか竹内さん、いたぶるようにそんな感じですね。さあボストンクラブの体勢、完全に腰を狙われています。逆指に持ってきますね。鶴見ゴロ、この技でリック・マーテルから AWA の世界ベルトを取ったことがあるだけに、相当強烈なこのボストンクラブです。木村たまらず正面からカットに出ました。しかしこれ以上できませんね。そうです ね、怖いですね、あれ以上行くとね。さあ今度はテリー・ゴディが両の足をすって同じようにボストンクラブ行きますね。この辺の連携ですね。連勝するオリンピックコンビをストップさせました。ファンクス戦ではテリーを流血させました。ブッチャーをカウドルで流血させました。非常に今年のハンセン・ゴディは強い。非常に連携がうまくいっています。伊達にスタン・ハンセンも83年、そして85年、87年とパートナーを変えながら2回も優勝しておりません。伊達じゃありません、スタン・ハンセン。83年はコンビはブロディ、85年はデビアス、87年は今控えに入りましたゴディであります。さあ敵のコーナーが近いんですが、竹内さん、シャニムに行きますね。もうどこでもフォールド、この辺もやはり意識しているんでありましょう。ブッチャーが帰ってきました。ブロディが帰ってきました。さあスタン・ハンセン、俺を忘れてもらっちゃ困る、そういうことでありましょう。さあゴディに指示を送って、ゴディが飛んでくる。エルボーですね。普通あの辺で鶴見はいつも足を出すんですがね、出ないんですよね。そんだけもスタミナ属してるわけですね。はい、
天竜は言っていました。ハンセンもゴディもとにかくがむしゃらに手を出してくる、足を出してくる、ウグレイでだんだん体重が重く感じてくるんだと言っていました。さあヘッドバットで、ヘッドバットでちょっと流れをつかみますが、さあどうでしょうか。鶴見の地獄突き、反撃の糸口をつかむか。鶴見ゴロカバーの体勢、しかしカウントワンで返してしまうんです。さあこの後あっとやはり逆に返していきます。力で持っていきました。さあ持ち上げて、うわっとそのまま、竹内さんあれはなんという技、なんといったですかね、パワースラムとは違いますね、パワープレスですよね、パワープレス、なるほどね、ぴったりの表現だと思います。そして今度はパワーエルボーとでも申しましょうか、すごいどっかりだ。さあラッシャー木村が、ラッシャー木村も竹内さん今日は必死のパット、ね、よく動き回ります。しかしどうでしょうか。あっとこれはいいぞ、これはいいぞ、2人で1人を攻撃、竹内さんこういう展開になればね、こういう展開で攻めていかないとですね、木村つぐみの勝機はちょっとないですよ ね、 そうですね。さあ今いい体勢になりました。さあハンセンが今孤立しています。テリーゴリーと完全に分断を出しました。しかし竹内さん、あの札幌大会、鶴田康がここから起死回生のラリアットを打たれてしまったわけですよね。ですから最後の最後までこれ油断すると危ないんですよね。そうですね、今もエルボー入ってますね、入ってますね。そしてテリーゴリー、テリーゴリーがちょっと危ないですよ、横倉、横倉左腕を上げた、木村は場外、テリーゴリーがカット、ウエスタンラリアット、ウエスタンラリアット、鶴見返せません。万事休スカウント3、テキサスロングホーン、合図にも響き渡りました。これでハンセンが勝ち、2点を追加、14点、現時点で天竜、そしてファンクスグミと並びトップに立ちました。ハンセンゴディグミであります。天さん、やはり最後はビシッ決めましたね。ちょっとですね、2人がかりの連携に捕まって危ないかなと思わせたんですけどね、やっぱり勝負どころはピタッと抑えますね、はい、問題となったコンビネーションという意味ではハンセンゴディどうでしたでしょうか。ちょっとですね、今日は連携的なものはなかったんですけどもね、はい、やっぱりハンセンの強さがずば抜けてますよね。V 戦線どうなりますかね。これはハンセンゴディがまたまたなんか浮かび上がってきましたね。浮かび上がってきた。そして武道館大会天竜原戦、ポイントはどこです竹内さん。やっぱりですね、天竜組は当然ゴディを狙いたいところでしょうけどね、今日見た限りゴディもやっぱり絶好調ですから ね、 なるほどね、非常に狙い目のないチームになってきましたね。はい、10分ちょうど、スタンハンセン、テリーゴディが木村鶴見を圧殺した一戦でございました。